とかですね、あるいは液晶とコネクトをする、こういうコネクターですとかですね、非常に大きなもの、ここは肉眼で見ても分かるスピードでやってます。ただ、冒頭おし、説明もさせてもらいましたけど、非常に大きな部品をエアーでこう吸って搭載してますので、そこが非常に難しい。我々の、またここはちょっと